近畿要略は中国の古典医学書。召喚論とともに東洋医学の薬物療法の古典として最も重要視されている。召喚論は召喚という急性熱性病の病状の変化とこれに対応する治療の法則を述べたのに対し近畿要略は病類別に主治の病を取り上げその病理と治療方法等を述べた。近畿要略は 近畿玉箱要略法論とも言い,い、元来は五官の長中継が書いた召喚増病論の一部である。召喚増病論は長年の戦乱と同省門外不出の秘伝扱いにした一部医師の所業により散逸して久しかった。そこで当時現存していた召喚部のみが召喚論として流布され、その他の病気を扱った雑病部は行方不明になった。ただ、 孫子曝の千金用型などの引用部分から大体の構成を推測可能であった。ところが、北宋の人宗の時代に、王子が宮中で近畿玉箱要略法という書籍を発見した。調査の結果、これが召喚増病論のダイジェスト版で、その後半部分が同書の雑病部であることが判明した。そこで召喚論の皇帝を務めた林奥に、 雑病部の肯定が命じられた。林奥はこれを召喚論と重複しない雑病、包材、婦人病の部分だけを取り出して肯定し、欠けている部分を他の医者の引用部などを参考に補足し、分かりやすいように項目の配列の入れ替えを行った。これが近畿要略である。近畿要略は全25巻で病気の処方ごとに変が組まれている。第一編の 臓腑経落戦後病では人体を一つの統一した有機体とする思想から邪気、正気、臓器間の関係などを通じて病気の発生とメカニズムとその治療法の原則を解いている。以後、内科、外科、分類他の病気、包材、婦人病、救急法及び食物禁忌について書かれている。ただし、一説には 召喚論を編纂した精神の王宿場の時には、すでに召喚論から切り離されて独立した書籍になったと言われている。ありがとうございます。